はい、どうもジョニーです。さあ、今回は G マーチの G 学習院大学ご紹介していきたいと思います。もともと皇族や家族が通う大学として始まっただけに、今でも良い家柄の人が通う大学というイメージを持たれています。得じゃん。マーチの中では比較的倍率が落ち着いていますので、お買い得物件かもしれません。大学のポジションはこちら。早慶上理と清々明学の間に位置しています。それでは見ていきましょう。偏差値55から60、学部数5の総合大学です。大学受験においてとにかくブランド有名大に入れれば OK という人は偏差値の低い学部を受験しがちですが、大学卒業までには4年間と500万円以上かかります。大学進学のチャンスは人生において1回です。ブランドのみを優先し、何を学ぶかはどうでもいいとなるには投資するものがでかすぎます。後々後悔しないためにも、進学後に何を学ぶかはしっかり考えて学部選択しておいた方がいいでしょう。キャンパスは目白のワンキャンパス。数学は標準レベルの問題で構成されていますが、数 1a、数 2b の広い範囲から出題されていますので、苦手単元をなくし、短期間で広く復習できる学習計画を立てましょう。国語の現代文は評論、古典は中世の作品が出題される傾向になります。現代文はテクニックよりも慣れとペース配分がものを言う分野です。1日1台は評論文の問題をやるような学習メニューを組みましょう。また、漫然と解いて丸付けして終わりではなく、読み終わったら内容を一言で表す、一文で要約するといったまとめる訓練をしておくことが大切です。君ならできる。See you!